軍は、旧ソ連の崩壊以降、縮小傾向が続いている陸上自衛隊の戦車と自走砲などの重装備、2024年度の防衛予算では、少なくとも、一丸式戦車10両と一旧式装輪自走 155mm 榴弾砲が16両が調達させる見込みです。今回は、陸上自衛隊の装備拡大について詳しく深掘りします。戦車だけではないですが、ドローンなども大量投入するでしょう。日本の技術力は、かなりの能力を持っています。農業用でのデータなどもあるんですよね。メガネさんの減税対策ちょっと気に入らないです。納税者にも、もう少し減税額を上げる必要があるんだけど。ディフェンスニュース誌、ディフェンステクノロジーインターナショナル誌と並び、世界の軍専門誌の一角をなす、イギリスのジェーンズ誌は、日本の防衛省が、2024年度に、戦車と自走砲を追加で調達する方向だと報じた。このイギリスのジェーンズ誌の記事は、2023年10月17日付で記載されたものであり、現在の陸上自衛隊における最新鋭の、戦車であれば、で、一丸式戦車、自走砲であれば、一旧式装輪自走 155mm 榴弾砲を指している。ジェーンズ氏の記事では、少なくとも、一丸式戦車が、10両で、およそ168億円、1両あたり、およそ 16.8 億円、一旧式装輪自走 155mm 榴弾砲が、16両で、およそ151億円、1両あたり、およそ 9.4 億円、で調達されると述べられている。一丸式戦車は、これまで、2010年度から2023年度の14年間で、合計126両が、およそ1307億円、1両あたり、およそ 10.3 億円の調達予算が計上されており、キレと単純比すれば、単価が少し上昇しているようにも感じられる。一方の一旧式装輪自走 155mm 榴弾砲は、2019年度から2022年度の4年間で、合計28両が、およそ185億円、1両あたりおよそ 6.6 億円の調達予算であったことから、やはり、単価の乖離は、こちらにも見受けられる感じが否めない。しかし、ジェーンズ氏の今回の記事では、一丸式戦車10両、一旧式装輪自走 155mm 榴弾砲16両、ともに、多少のバッファを持たせた調達数となる可能性が示唆されており、実際に単価増となるか否かは判断がつきにくい。いずれにせよに、日本の陸上自衛隊としては、2014年度からの第25期の防衛計画の大綱の施行時より、戦車合計300両、火砲合計300門両という数値目標が定められており、これは、かなり装備数を削減してきた結果の数となっている。最初の防衛計画の大綱である1977年度と比較してみると、当時は、戦車は合計1200両、火砲合計1000門、両という数値であり、現状と比較すれば、単純な数で、3倍から4倍もの装備品を備える体制を敷いていたことがわかる。大まかな前提で言えば、太平洋戦争後の日本は、旧ソ連を最大の仮想敵国と仮定し、北海道へと旧ソ連軍が上陸侵攻を行う可能性を危惧しており、その事態に備えた陸上兵力、装備品を整えることに主眼を置いていた。しかし、ご存知のように、その旧ソ連は、1991年末に自然崩壊を迎え、日本にとって、北海道への上陸侵攻という軍事的脅威を警戒する必要性は、急速に薄れ、それに応じて、陸上兵力、装備品の体制も削減されていった。具体的に、防衛大綱に記載された内容で言えば、1996年度からは戦車合計900両、火砲合計900門、両となり、さらに2005年度からは戦車合計600両、火砲合計600門、両、2011年度からは戦車合計400両、火砲合計400門、両とされた。これがさらに前述したように、2014年度からは、現行の戦車合計300両、火砲合計300門、両という体制にまで、削減が進められた形であり、旧ソ連崩壊後の西側諸国と同様に、軍備の削減を推進することがトレンドとなっていた状態だった。そうした状態と傾向に水を差したのが、
2022年2月にロシアが開始したウクライナへの軍事侵攻であり、NATO 加盟国の中でも旧ソ連、ロシアに侵略された経験を持つ国々は、特に削減を続けてきた陸上装備の増強へと舵を切っている形だろう。ポーランド等は、特に第二次世界大戦時には、ドイツと旧ソ連による軍事侵攻と、その後の分割統治を受けた歴史的な経緯もあり、今、最も陸上装備の増強に注力を行っていることは、多くの報道で盛んに目にする事態となっている。ポーランドをはじめ、多くの NATO 諸国は、今のロシアと地続きであるという地理的な関係から、ウクライナと同様に、ロシアからの地上侵攻を受ける可能性と危険性を再び認識し始めており、当然の対応のようにも感じられる。しかし、旧ソ連の崩壊までは、その影響下に組み込まれていた旧東欧諸国に比べ、それらの国を間に挟んだ格好のドイツやフランスは、かつての冷戦時代ほど、自国が武力侵攻を受ける可能性については危機感が薄いようにも、はためには見えてしまう。そして、こうした状況を踏まえての日本の防衛だが、ロシアが、未だ、軍事侵攻を必要とあらば行使する危険な存在であることの認識は再確認されたが、かつてのように、北海道に上陸、侵攻を行うだけの力はないと目されている。これは、日本の地理的な環境が、最大の障壁にして利点となっているためだと思われ、幸いにも、今のロシアには、北海道に、大規模な上陸部隊を侵攻させるほどの輸送能力や、それらを守るだけの海上戦力も希薄だと考えられる。ただ、これは、あくまで地政学的な要因が、この点では、日本にプラスに作用しているというだけの話で、日本の防衛力が等しく整備させれているゆえに、他国が武力侵攻を行いがたいということではないと見るべきであろう。現状で鑑みれば、日本が、武力による侵攻を被る可能性が高いのは、やはり、尖閣諸島を中心とした南西諸島方面であり、中国が台湾への武力侵攻を決断するような事態となれば、その一環として目標にされる可能性が高い。そうした状況を想定した場合に、日本の防衛力に必要とされるのは、まず、中国側の艦艇が南西諸島方面に接近することを防止し得る能力であり、これは、すでに南西諸島方面に配備されている一二式地対艦誘導弾等が担う分野と思われる。現状では、陸上自衛隊が配備を行っている一二式地対艦誘導弾等は、最大でも、射程距離は、100数十キロメートルほど止めされているため、現在開発中の能力向上型で、飛躍的に射程距離を延伸することは、大きな抑止力となるだろう。それでも、中国側が、南西諸島方面に上陸部隊を送り込み、それらを占拠した場合には、困難な離れ島奪還作戦を行うしかなくなるため、その場合には、消耗を前提としながらも、戦車や自走砲の投入も視野に入れておくべきだと思える。一丸式戦車は、前級の旧丸式戦車の総重量がおよそ50トンであったことに比して、およそ44トンほどにまで軽量化されており、その意味でも、従来より、離島への揚陸艇等による輸送は実施しやすくなっているようには感じられる。今の西側諸国の主力戦車は、ロシア・ウクライナ戦争の報道で、すっかりおなじみとなった感があるが、防御力を高めるために、重装甲化が極限まで進んでおり、アメリカの MY エイブラムスやドイツのレオパルトにも、軒並み60トンを軽く凌駕している。それら比すれば、小型で軽量な一丸式戦車は、防御力の面では、確かに不安があることは否めないが、進化を続ける歩兵形態式の対戦車兵器や自爆ドローン等、対戦車攻撃ヘリ等の前では、乗員は、生存してもレオパルト2すらも破壊を余儀なくされている。こうした状況を踏まえて、イスラエル軍の主力戦車であるメルカバシリーズに実装されるアクティブ防御システムであるトロフィーを、アメリカやイギリスも取り入れる動きを見せており、今後が注目されている。2023年10月23日現在、イスラエル軍のガザ地区への戦車を含む地上部隊の侵攻が予想される中、
トロフィーを装備したメルカバ戦車が実戦でその有効性を発揮するのか否かが軍事的には大きな関心を呼ぶことになるだろう。また、1級式装輪自走 155mm 榴弾砲は、ロシア・ウクライナ戦争においては、フランスがウクライナに供与したカエサルと同様な装輪式の自走砲だが、これは、やはり、防御力は低く、すでにロシア側に破壊された例が確認されている。ただし、移動速度が、戦車の車両をベースに製造された屈対方式の自走砲よりも、装輪式の自走砲は、総じて高速であり、投入する手法以下では、大きな火力支援兵器となるため、これが廃れることにはつながらないだろう。